2009年バレーボール男子欧州選手権、出場国2009年バレーボール男子、欧州選手権、トロフィー2009年バレーボール男子欧州選手権は、2009年9月3日から9月13日にかけて、トルコのイズミルとイスタンブールで開催された、欧州バレーボール連盟主催の第26回バレーボール、欧州選手権男子大会。開催国のトルコ。 前回大会の上位6カ国と2008年に行われた欧州選手権予選を勝ち抜いた9カ国の合わせて16カ国が出場。ポーランドが初優勝を飾り2009年ワールドグランドチャンピオンズカップの出場権を獲得した。開催地、イズミル開催地、イスタンブール開催地、イズミル開催地、イスタンブール開催地、イズミル開催地、イ,地イ,地イ,地イスタンブール。 ありがとうございます。